なさん、ポコニャチは。エイプリルフールなので嘘をつこうとしたら昼の12時過ぎまで寝てました。どうもポコニャンです。いやどんな挨拶だよ。午後からはネタバラシをするとも言われてるもんね。まあ人によって解釈が違うんだがな。さて、ポコ式についてなんだけど、いろんな方が研究してくれたみたい。おお、そうなのか。たくさんのコメントありがとうね。てなわけで今回はポコ式をしつつ浮き桃用のフルーツを仕込んだらどうなるかを試してみるよ。お、確かにそれは気になるな。そりゃどっちも仕込んだら完全に浮くと思うけど。気になるっていうコメントもあったからさ。そもそもポコ式自体がそんなに強くないとも言われてるし、そうなると普通に桃の下にフルーツを仕込めばいいってなるが、それでも僕は可能性を信じたい。って、これメソッドの仕込みが。よし、これでぶどう仕込みまで持っていけるはず。なんならワンチャンデコポンまで。ちゃんと置かないから弾かれてんじゃない。で、帰ってきたんだが。イリュージョン。やかましいわ。それよりデコポンが流れちゃったけど。自分から先になっちまうぞ。何としても落とすわけにはいかない。ブドウか。信じるか。ああ、もうデコポンも積もってるじゃないか。ああ、落っこっちまったぜ。く。まあ、柿があってもできなくはないから。でも、パインが浮くのよね。通称ロデオ型っていうやつか。ここで絶対左に体重をかけなければならない。そうね。じゃないとメロンが左に移動しちゃうし。右に体重がかかると全てが崩壊する。ま、完全に自分が悪いんだけどな。ここは一号飛ばしつつ。おお、それはないっすね。右に体重をかけたくないと言いつつも小物は右に入れたい。ま、邪魔になるしな。いつ崩壊してもおかしくないわよ。ま、最悪崩壊してもある程度育ってたら角スイカまでは持っていける。そしてここは難しい時差置き。オッケー、決まったね。怖いことするわね。早く桃まで持っていきたかったからさ。そして、そろそろ右が限界。ああ、崩壊し始めたぞ。どうなっちゃうのこの盤面。落ち着け、フルーツの進化の順番は守られてる。なんならもう一個梨を作ればスイカができるからさ。ま、間に合うといいけど。おお、パーツが揃った。で、パインがくっつかず。左から倒せばくっつくだろうけど。だがイチゴが入ってるから角スイカにならなくなるぞ。若干大きめなフルーツだったらスイカの上に乗っかると思うから試してみるよ。あ、下から押し上げられて。じゃあなんとか耐え切ったぞ。でも若干スイカが浮いてるけど。この柿で梨にしちゃえばスペースが広がるはず。お、ちょっとずつスイカが下がってきてるな。よし、完全に角スイカになった。たく、ハラハラさせやがって。ロデオ型って難しいのね。常に左に体重をかけ続けなきゃいけないのは厄介すぎる。ま、最悪メソッドで柿になっても角スイカにはなるってのが分かったぜ。あんまりやりたくはないけどね。さあ、ここまでは特に事故なく来れた。この柿で、スイメロだね。あれ、ポコ式の仕込みがないわよ。んまあ仕込むタイミングはまだまだある。とりあえず1号積もらなきゃな。あ、来たわね。ここで仕込もうか。で、リンゴ同士をくっつければ。1号として仕込めると。よっしゃ、あとはチェリーだな。あ、来たけどこれ使えるかしら。うん、桃になる瞬間に落ちるから置いちゃおう。あ、柿はそこに置くのね。ブドウが来れば綺麗にまとまるが。オッケーオッケー、早めに積もれたね。からの次の柿で。よーし、ポコ式の仕込みが完了だね。で、今回は浮き桃用の仕込みも入れると、その前にパインを作らなきゃだけどね。で、僕の弱点は右にフルーツを置きがち。ここで小物ラッシュを引くと厄介なのよね。まさに今そうなんですが。まあ今は左のリンゴで使えるからな。さあ、ちょっときつくなってきたけど。あれ、あんた前まで先に上をなしにしてたけど。うん、やっぱり下からの方が事故率が下がるっぽい。で、今の柿ラッシュは助かったな。うん、タイミングが噛み合ってよかったよ。そして次はいよいよ桃フェーズ。こんな感じになったよ。あれ、仕込みのフルーツはチェリー1個しかないわね。じゃ、ここをイチゴにすればこれでオッケーと。そしてここの柿2連はめちゃくちゃありがたい。よーし、問題なく落ちてるな。しかも無条件でリンゴまで進化できるのはありがたすぎるわ。そして次のチェリー2連は。あ、ちょっとエボタン入らなかった。そのミスで厄介なことに。いや、またチェリー2連つけたから問題なし。なんなら一気に梨まで進化。よし、これで梨が沈むかどうか。え、沈まないのか。若干重みを加えると。あ、よかった、ちゃんと沈んだわ。ん、両方仕込むのもあんまり良くないのか。ごめん、チェリーをここに入れたのは完全に間違いだった。確かに。このチェリーはもう使わない方がいいかも。おお、こいつのせいでダブルスイカ達成できないなんてこと。ないことを信じたい。よし、ここで分離柿ができるね。チェリーのせいでちょっと離れてるが。あ、でも次のデコポンで左をリンゴにできるわ。イチゴをブドウにすると入らなくなりそうだな。オッケー、右に捨てたのは大正解だ。しかも柿を積もれたからこれで。よーし、ダブルスイカいただきだな。
よし、チェリーは落ちるからそのまま。OK、ナイスだぜ。ま、結論としては組み合わせても一応できるけど、刺激を与えなきゃ沈まないね。つまり、ボコ式を仕込んだ時点で右の仕込みは入れない方がいいか？んまあ最終的に沈むから仕込んでも問題ないって感じかな。もうちょっと突き詰めたいわね。まだまだ研究したいことが山積み。てか、この盤面大丈夫か？うん、パインになったら左のブドウがくっついてくれるからね。ここで発火しちゃおう。オッケー、綺麗な中央パインになった。間違って右のデコポンを進化させねえようにな。柿で塞いじゃえば大丈夫だね。で、両方をバランスよく進化させなきゃ。ただこれ、パインが浮いちゃうんだよな。早いとこ右をなしにしてデコポンの上に乗っけないとね。よし、ブドウに連を引けたからこれで。オッケー、ヤシがデコポンに乗ったからパインが沈むね。あとはメソッドまで持っていけるかしら。デコポンから落とさないように気をつけなきゃね。ごめん、逆発火になっちゃった。何やってんだし。となると真ん中をなしにする必要があるわね。右のなしが転がってくれるはずなんだけど。え、でもこれまたデコポン同士がくっついて柿に。いや、今度はダイレクトでデコポンをくっつけるから落とさないで。おお、なしが流れてきそうだぜ。オッケー、なんとかメソッドに。頼むからもうロデオ型は勘弁な。早くデコポンを引いてよ。よっしゃ、ブドウ2連。保険で時差置きすれば。出たね。よし、これならカドスイカはほぼもらってるね。ま、あちこちにチェリーが散らばってるけどな。だとしても全く問題ない。よし、ここで柿に入れんよ。間違っても右のリンゴとくっつけないように。さあ2周目カドスイカだね。ちょっとずつ2周目も安定してきたな。さあここまで成長させられた。あ、ボコ式のイチゴは仕込み済みね。ただこれ、デコポンから発火しないとくっつかねえぞ。このブドウを使って右に押し込むよ。で、それで発火できるの？よーし、一気にまとまったね。そしてこのような盤面に。で、この柿がくっつかないとまずくない？ギチギチに詰まってるから一旦左のデコポンで発火するよ。そしたら上の柿から発火で桃までいける。なるほど、確かにこれならまとまるな。ただ、桃にした時に浮きそうな気がするわね。で、ほら、上できたわ。まずいで柿が左に流れたら終わる。落ち着け、ブドウでまとめたら。オッケー、救えたね。ちょ。絶対終わったと思ったわ。マジで勘弁してくれって。ごめんって。さあ何気にチェリーも仕込めたから準備はできたね。なんなら梨を左に流せたりなんて。さすがに無理だな。これを持ってこれたらパインまでかなり時短できたんだけどね。一から作っていくか。ただ、この梨がかなり邪魔だからな。無駄置きが全然できないから気をつけなきゃね。この場合はどういう順番で作ればいいんだ？右が桃になるとまずいから、このデコポンで分断できないかな。これで梨が分離してくれたら嬉しい。いやー、バカゲームオーバーになってんじゃねえか。しかも普通に桃になってんだけど。このように左から育てるべきだった。たく。爪が甘いんだぜ。ダブルスイカチャンスだったのに。もうちょっと慎重にやらなきゃね。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。